かわいいですか？かわいいですか？やばい。そう、しかも今日はね、イベント中だからちょっとバッチリメイクって感じなんですよ、実は。だからちょっと本気出しちゃうからみたいな。キャンズさん、そう、この時間にちょっと直したの、メイクを。で、前髪もちょっと邪魔やから固めちゃった。固めたからほら動かんやろ。やっふん、美人やな、ありがとう。さあ、歯出して笑ってたやったらこの顔になるね。これやばいよね、マジ可愛い、ありがとう。 これさ、ピースしたいんだけどさ、指紋取られるって思って、こう指紋隠しピースっていうのをね、考案したんだ。みんなも使ってよ。こんばんは、こんばんは。え、ペンギンじゃん、ありがとう。ペンギン、ペンギン、これ、ペンギンね、これ、ペン、ちょ待って。え、そうだ、待ってね。今回のね、イベント中はギフトにね、お礼を書こうって思って。待って、ちょっと書いていい？今回のイベント中はちょっと書くんだよね。待ってね、ちょっと待ってね、待ってね。うるさい、うるさいね、ごめんなさい。すいません、イベント参加中がよくない。あ、ほんと、イベント参加中の方がいい？来ますよ、超絶可愛い、ありがとう。来ます。そう、指紋取られないピース。やばい、指紋取られたくなかったの。とりあえずギフト、え、いいよ、全然。私の今回のイベントの目標は、みんなに知っていただくことなので、全然見てくださるだけでハッピー。待てない。まあ、戻ってきた。待ってね、ちょっとギフトのお礼をね、イベントシステムで行こうと思ってて。ちょっと待ってね。あ、てか推薦コメント書いてくれたよね。見たんだよね、さっき。さっきのさっき。これはさ、ペンギンがさ、スキーやってるみたいなやつでいい？合ってる？ペンギンさん、スキーしてるギフト。センキュー。キッザールームから来た。あ、そうなの、いちごちゃんも、ありがとう。嬉しい。そうよね、ひーちゃんも参加中だものね。無理しない程度にやる。ありがとう。はい、早いでしょ。じゃん。ありがとう、ペンギン。ペンギンさん、スキーしてるよギフト、ありがとう。ありがとう。感謝。サーフィン、あ、サーフィンなのこれ。え？スキーかと思ったんだけど、サーフィンこれ。サーフィンでした。ありがとう。ありがとう、侍。いた。ありがとう。今回のね、イベント中は、そう、いつもお名前とさ、お礼言わせていただいてるけど、何ですか？なんて言おうとしたんだっけ？そう、なんか、ちょっと、お高め系をいただいた時は 名前書かせていただく。夏だから、あ、確かに、夏、ペスキーのわけないか。サーフィンか、じゃあ。サーフィンか。なんだ、なんだ。あ、真珠。マイコさん、真珠。ありがとう。真珠。このさ、真珠さ、パカってなっとるけさ、結婚指輪みたいだよね。ちょっと結婚指輪ないな。これでいい？マスキングテープでいい？結婚しました。50カウント、ありがとう。嬉しい。やっほー。てかさ、めっちゃ気まずいこと言っていい？さ、岡田奈々さんのさ、ファンクラブのタイムラインにさ、たまにコメントしとるやろ。なんか見たことある。あ、豊中のヒロさん、ハートありがとう。ありがとう、ハート。ちわー。ちわっす。最後の真珠。え、ありがとう、そんな最後の。なけなしの。 ありがとう、こんばんは。ウェルカムコメント、ワットワークは消しといたら、あ、消してないか。あ、消したと思ってた。これもう、でもね、配信始めるとね、多分変えられんのんよ。
トータル3回は結婚した、やばい、3回も結婚したの。ちょっとそれ重婚で犯罪に関わってくるかもしれない、これ指が。なちゃまこさんハートありがとう。消してあった、あ消してあった、あ消したよね、やっぱよかった。あれは消したんだけど、ルームは消したけど、ウェルカムコメントは消したか覚えてなかったから、ありがとう教えてくれて、ハートありがとう、ハートいっぱいありがとう、ハートハート、こんばんは、練乳こんばんこんばんは、あ危な、ハートありがとう、100ハートありがとう、こんばんはこんばんは、期末だな、こんばんはこんばんは、ありがとうハート、ハートありがとうでございます。こんばんはこんばんは、えやばい怖い、見て生首やばい、怖ない見て、あ待って、これさレフ板代わりになるかも、え顔明るくないみたいな。あ真珠、なにちゃん真珠ありがとう、10個、100個だ、100個じゃない10個、ありがとう、結婚指輪みたい真珠が、あ待って指輪紛失した、待って指輪紛失事件発生中、あとはありがとう、イベントいつまで、イベントは、26日の、待って7時7時だっけ、合ってたっけ、あってね、26日の7時59分まででございます。でもそうなんでしょう、このイベント、このイベントなんて言うんですか、まあ皆さんに知っていただける機会だと思って参加してるので、ぜひ拡散希望。こんばんはこんばんは、私最近なんかさ気まずい時ピースしちゃうんだよね、気まずーって思って、この前レジでさ、コンビニのレジでめっちゃ気まずくてさ、あすいません気まずーとか言っちゃった一人で。見れて嬉しいかも、本当やったね。そうだからね、そうさっきさカラオケがなんちゃらみたいな言ってたやん、イヤホン持ってきたいってよ。でも明日以降、明日はそう明日のね日程も話もしたくて、キマズさんキマズ、なんかこっちの目がめっちゃ痛いんだよね、なんで7時59分59秒、あ8時までか、ちょっと待ってね、編集するね、待ってね、イベント参加中、イベントに参加する姿勢を支持する、ありがとう、そう私ちょっとエンジョイ勢でやらせていただいてるので、なんかその先輩方のさファンの方とかもさ星集めとかで見てくださると思うから、そうレジでピ、そうレジでピースしちゃったの、気まずすぎて、あすいません、あごめんなさい、気まずとかやっちゃった人ですよ。皆様に知ってもらって次のシングルのお話し会の頑張り、そう次のシングルはお話し会がもし あるとは思うんだけど、あったら一枠完売を目標にして生きていこうと思ってるので、ぜひあやります、痛い人、違うの、そんな、え、気まずーとかやってないよ、普通に。あ、すいません、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、え、気まずい、気まずい、気まずい、みたいな。こんぐらいだから、そんなさ、気まずいとかやってないの、ね、そんなんではないけど。ひな壇で盛り上げるのも大事。ひな壇女。え、でもさ、だから再会だったら悲しいかもしれない。めんどくさいね。めんどくさい、一日に何回気まずいって言ってるの、え、もうなんかいっぱい、ちょっとスタバ飲むわ、なんか変則してきた、やばい、早飲もう、なんかさキャラメルフラペチーノって苦ない、そんなことない、くるくるさんのお宅の人の紹介できました、え、ありがとうございます、頑張る、頑張ります、ありがとう、ありがたき、ハートだ、あっくんさんハートありがとう、ハートセンキュー。
キマズさん、キマズさんやな。え、ハートありがとういっぱい、嬉しい。ありがとう、ハートいっぱい。センキュー侍。あ、ありがとうございます、ハート嬉しい。やったね、ありがとう。キマズさん、キマズさん、キマズ、キマズキャスト、キャスト、やばい、お知り合い、キマズ、え、キマズ、知り合い、キマズいいね、それは。こんばんは、こんばんは。そう、明日さ、明日の配信の話したくてさ、明日が、明日がね、ちょっと、ちょっと踊っちゃうよ、みたいな日なので、どうしようかな。朝、午前中に2時間と夜に1時間で行こうと思ってて、こんばんは。かわいい、ありがとう。あ、指紋取られる、やばい。って思ってるんですよ、明日。だから、え、朝ってさ、午前中って何時が人が一番多いんですか、ショールームって。お昼かな、やっぱ12時1時かな。こんばんは、こんばんは。5時半朝の5時半ですか、起きれますかね。何時ぐらいが一番人がいらっしゃるんかなと思って。お昼らへんはいそうよね。12時台と1時台に30分ずつで1時間やったとして、朝何時にやろうって感じで。朝から踊るのはきつい。そう、朝からではないんだけど、6時7時。あー、なるほど。まあ、通勤されてる方とかがいるからあれよね。6時7時台か。6時と7時と12時と1時。5時半に起きるよ。早っ、早っ。昼ならお昼休みの時間がいい。朝は7時前後。あ、じゃあ朝の6時から6時半は7時1分から31分、12時から12時半、1時1分から1時30分。なるほど。朝早いと、あ、確かに星集めが難しくなっちゃうのか。どうしよう。7時前後、7時過ぎに出かけるからその前。むずい。来れる時は来る。ありがとう。その顔文字かわいい、なんか。ありがとう。5時20分起き。は、早早早早早いですね。じゃあ6時。6時、6時と、6時台に30分、7時台に30分、12時台に30分、1時台に30分。で、午前中は行きたくて、夜が、夜って10時、11時がいいか。1時間やってもいいんですよね。30分の方がいいのかな、枠って。どっちがいいんですかね。6時から。怖っ。12時10分とかに始めるのがいい。ああね、確かに。そっか、頭いいですね。6時と6時半だったらどっちがいいと思います。6時ファイト、ありがとう。ありがたき幸せでございます。ちょっとで、なんかめっちゃ喉乾くんだけど、これさ、これが喉乾く原因だったりする？6時半なんだろう、星なんだよ、捨て星考えたらクソである。6時かな、あ、6時6時半ってことか。6時6時半7時1分7時半か。6時半ぐらいがいい。6時15分、すいません、間の6時15分。6時半、どうしよう、どうしたらいいと思う。待って待って、でも結局決めるのは自分やから、ちゃんと決めます。ちょっと待ってね。じゃあ6時半にやったとしたら、7時は7時31分ってこと？ってこと？こんばんは、こんばんは。こんばんはの時間か、もう6時か。さっきまでこんにちはの時間やったのにね。もう6時だからこんばんはの時間に変わってしまった。やっほー。よいしょ。待って。レベル上がってしまう。やばい、レベル。あ、ほんとだ。ありがとう。
200なら6時7時1分でいい。朝やったらまあ私が起きれるか問題が発生するんだけど、朝30分昼1時間夜90分、いやうーんとね、朝1時間昼1時間夜1時間でも夜の方がいいってこと？でもさ夜さ私多分さあれ危な踊るからさ夜踊るからさ結構遅いんだよね。だから10時11時台夜さぶっ通しでやってもさいいと思う。どう思う？6時半のガステボス5時45分。あーなるほどね、確かに。どうしよう、じゃあ6時待って、分かった決めた、私は自分で決める6時半から7時31分から8時1分こんばんは10時半から0時まで、うん、えぶっ通しでやるのと分けるのってどっちの方がいいと思いますみたいな。危ない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 、 OK OK ちょっと待ってね。夜踊るから、あのそう夜踊るから明日はね午後から夜まで踊るんですよ広島さんのために頑張って踊っちゃうんで。5時カウント届けありがとう。やっぱ分かった手直した方がカウントとかもできるのか。ありがとう50カウント嬉しい、ありがとう。6時僕体どういうこと？僕体って君は今僕の太陽のこと？いいと思う。途中か60分で更新出たらカウントできるから確かに。そうしていくか。7時。12時10分から。これにしよう。明日朝1枠しか見れない。うん、オッケー。踊ってない夜、やばい。踊ってない夜を知らない。別途しでも途中切れれば更新される。踊るまくって応援、公演する。踊りまくるんですよ。明日ちょっと踊るんですよね。だからちょっと予習っていうか復習っていうか、まあいろいろと練習していかないといけないので、私はこの配信のね合間合間30分の合間合間に踊ってたんですよ、さっきも。NGT の候補生の配信もらった時も、あそうなの、行ってらっしゃい。見たことある人いた、えありがとう、わざわざ星をもらいに行ってくださって、10時あレインボースターや15さんレインボースター Thank you for レインボースターありがとう。もし広島の予習配信では踊らない、あーね確かに踊ってもいいよな、確かに。でも私は踊るかも、確かに配信で踊ってもいいね。原田先輩のルームで挨拶コメントした1ポイントになってる、あ全然挨拶してください先輩方に。あまるちゃんがいたの、えまるちゃんいらっしゃったの、まるちゃん私話したことないけど髪の毛が短いから好き。こんばんは。いちごちゃんはまるちゃんのこと知ってるよ。かわいいよね。こんばんは。あ、初見さんや。はじめまして。ST48 3期研究生の北澤いちごと言います。ありがとう。いちごさん来たよ。あ、やっふん。やっほーやっほー。ありがとう。きまずさん、きまず。こんばんは。ありがとう。こんばんは。ちょっと背筋悪いからさ背中痛くなってきちゃった。クッション後で持ってこよう。だからトリマ明日はとりあえず、あでも夜の時間書いてなかった、21なあ時間ありがとう。え10時半とさ11時半、ん10時半からあーでもそっか10時、待ってカッコ仮でいい、カッコ仮なんだけどちょっとめっちゃ今日字汚い、ごめんね。
決まってた星投げ、星投げしてくれたの、ありがとう、センキュー星投げ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。トリマ、トリマカッコ仮なんですけど、これで行こうかなって思ってる。明日は行けてます？NGT オーディションで特技カエル倒立。カエル倒立って何？カエル倒立、何カエル倒立って、めっちゃ気になる。なぜに木まずさんなの？なんかノアと長谷川ノアさんと木まずって言って、木まずさん木まずさんとかよく言ってて、あと木まずさんって書いちゃった。ノアが発祥でも木まず沢はあの北沢さんって感じで、木まず沢って感じです。竹野鶴さん、真珠ありがとう。この結婚指輪みたいなやつありがとう。これ結婚指輪みんなからもらった適当すぎる。これ結婚指輪なんで。結構良き、本当 OK 侍、そうタイムテーブル明日の、これでいい感じ、本当いいと思う。じゃあ明日はこれでいく。明日早起きだ、やばい、できるかな、できますかね。まあできますよね。でも今日ちょっと踊らないといけなくて、どうしてもこの配信終わった後に踊らないとちょっと本当にやばくて、私今だから踊って寝て起きてだよね。待って、寝起きの顔終わってるからちょっと早めに起きないといけないよね。待って、どうしよう、見たいけど時間がないからまた今度。あ、そうなの、ゴーヤこれがどこぞ朝5時配信じゃ、まあ確かに決まったらもうベム OK。 あとショールームのやつも更新しとくね。明日のご予定これでいく。1時11分から、あそうだ、ありがとう、間違えてるね、ありがとうありがとう、嬉しい、教えてくれて。1時11分から13時31分か、 OK。 待って、もう一回書き直す、汚すぎるわ。こんばんは、明日は8月22日か、8月22日、6時30分から7時まで、7時。プロフィールは時差ない感じ、どういうこと、ん、これわかんない、どういうこと、どれのこと言ってる、プロフィール、ん、ん、学級委員長タイプ、本当こういうのを決めるのはね、意外となんか優柔不断な時もあるけど、実はあんまり優柔不断じゃないんだよ。コンビニとかさ、みんなで行ってもさ、すぐ決めるもん。レッスンの休憩とかでみんなでコンビニ行ってもすぐ決める。みんなが遅すぎて、みんなが帰ってくる頃に食べ終わってるもん。あ、拡散する、あ、ありがとう。そう、あ、もまめでね、送るわ、次の30分の間に送るわ、作って。決められるのいい、すがすがしい、よっしゃ、基本が分かってる研究生珍しい、ありがとうございます。ちょっとオタクの知識が出てますね、オタク時代の知識が露呈してしまっている。あ、で間違えた、待って、これは修正可能、よし10時1分、で間違えた間違えた間違えた、ね、綺麗に書いてたのにさ、間違えちゃったんですけど、あ、確かにプロフィールも更新しようか、すでにマスターしてる、マスターしてます。でちょっと間違えたんだけど、みんなこれまだ間に合うかな、待って、これいける絶対におかしいよねみたいな感じだけど、まあまあまあ、喋りながら書いてるとね、間違えちゃいますよねっていうことでここやばい、これでいくわ、これでいきます。ちょっとライトを消そう一回、これこれでいきます、大丈夫、
間に合わせんけど、了解、オッケー、迎えに来た、迎えに来てないよ。次の枠はどうしよう、次の枠はちょっとまあ歌っとくみたいな、歌っちゃうよみたいな。いいんじゃね、合わせる、ありがとう。じゃあトリマこれの予定でまた更新します。ちょっと待って、私はこの30分の間に踊らないといけなくて、もうパニックって感じ。あ、時間がやばいので一回ランキングを読ませていただこうか。15位から読みます。15位があっくん、14位がくみとらさん、13位がゆきぴっさん、12位がくまさん、11位がよしたくさん、10位が豊中のひろさん、9位がドクター K さん、8位が遅刻ごく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 さむさむ、待って、極楽丸さん、7位がなりちゃん、6位がいちごさん、5位がなちゃまこさん、4位が竹まつるさん、3位がゆきひらさん、2位が長崎みあとわかえりさん、1位が山賀のしょうちゃん。ありがとう、ありがとうございます。そう、10時半メイクして、お、そう、今日メイク侍メイク配信、あ、そうなの、ありがとう。朝6時半頑張って起き、え、おい、わざわざ起きてくれるの、無理しないでくださいね。起き眠いから、朝は眠いのでちょっと眠いんですけどって思ったら全然あれだよ。ダバじゃ OK、 ちょっと考えとくね。頑張ってね、ありがとう、ありがとう、エッフェル塔ありがとう。ちょっと待って、31分までだよね。あ、31分までか。ダンス頑張ってね。そう、ダンス、それだていうか、すまん噛んじゃった、髪がぼさった。だから待って、でも待って私はこの30分の間に明日の予定を、明日のタイムテーブルを更新して、ムンバメに送って歌う曲を考えて、やばい、まあいいや、踊らんかもだから、ちょっと遅寝早起き、やばい、強、10時31分までに見えた、ね、間違えてるよね、ごめん、ちょっともう一回送るね。生活習慣が、あ、夏休みか、大学生は夏休みか、忙しいよね、晩ご飯と、え、確かに、待って、晩ご飯食べる時間、まだお腹空いてない、お腹空いたら食べるな、ハード、ちょっと忙しくて気まずいんですけど、明日6時、6時半に配信なら6時に起きたいよね、 OK、 まだ時間ある、もぐもぐ配信、まあ可能性はあるよね、全然あるよね。iPhone 版メールアプリ、え、そう、私もさ、 iPhone 版のメールアプリ届かないなって思ってた。 NJT 候補の15番さん、え、いちごちゃんで呼ばれそう、え、そうなの、え、15番っていうだけで応援したくなる NJT の15番の方ね、頑張ってください、15番の方誰やねんこいつみたいな、絶対私のことなんて知らんと思うけど、ちゃんと食べますやっぱオーディションって応援したくなっちゃうよね、頑張ってほしいね。そのまま見て書かないように OK、 書き直すね。キマズさん、そっか、今 NGT さんオーディション中か。